醤油やごとこ三兄弟。兄弟が作った鬼のお面やんな、これが。で、ゆうちゃんこっち向いて。ゆうちゃんは今日先生に鬼さんにしてもらってんな。だから鬼になって、鬼になってねんな。あった、しゅうちゃんの鬼、かわいい、いいやん。大丈夫？豆まきやりたいと。はい、じゃあまずお腹が空いたら、パワーがダメやから、まず食べ物を食べないといけません。鉄分は何食べるか知ってる人？ゆうちゃん、ご飯。ご飯。はい、こうだよ。大豆豆、はい、はい、のりまき。あ、惜しい。何を食べた？おやつに出てきた。おやつ出てきた。正解。高評価。おい、おー、食べられへんね。俺が向いてんの。あ、すごい、見て、これすごい。お父さんこっち向いとったら、今南ってなってるの、うん、これ西ってなって、ちょっと、うん、なんせいあー、落ちこぼれるわ、あんたら。そこのな、顔あるやん、充電器ちょっと映る、それ充電器顔ついてる、そこな、その充電器か顔笑ってるやつ俺やろ。あそこを見ながら食べ終わるまでしゃべったらあかん。あ、知ってる、保育園も言っとってる先生。言っとった、そんなに喋らなかった。うん、でもなんで黙らんとあかんのかはちょっとググってみようか。ヘイシリ、あ、こっち、ヘイシリ、ヘイシリ、なんで節分の時、早いねんよ、こいつ。ヘイシリって、あ、何回もヘイシリ、ヘイシリ言えるから。やっているところです。何言ってんの。恵方巻きを食べる理由や意味は、恵方巻きは無言で食べた方が縁起がいいとされてます。オーソドックスな恵方巻きの時は、聞いてんのかね。七福神に見立てて7種類の具材が入ってるって、こう食べながら、あそこ見ながら絶対喋ってあかんねん。じゃあまずまだ喋っていいから持ってくるな、買ってきたから。ちょっと待っとって。今日はね、お父さんの、知り合いの社長がやってる焼肉屋さん行ったことある？覚えてる？うん、パパちも会員制やけど、そんなにお高くなく食べさせてくれてるところのやつなんですけど、見てください、この木箱、ほら、すごい、三大名箱の商店、すごいな、うん、すごい、情報でも別にこれだけやったらあれかなと思って、いつも行くお寿司屋さんの、ほんまになんか昔ながらの巻き寿司も買ってきてます。え、どうするこれ、半分ずつ。だから思ったのは、まあ切ったらあかんって言うけど、全員子供が食べるの難しいから、俺が包丁入れるわ、うん、見てみ、そう、あ、ちょっとパリパリなようになってる。しかも抗菌してる。そうやな、やっぱり海苔がベタベタにならないように分けてんねんって。ここそうやな、うん、こういう考えをちゃんとね、思ってやられる方やから、すごいね、すごい、だからお客さんのことをすごく考えてる。うわ、見て、和牛、うわ、おいしそう、おいしそう、おいしそう、いい顔するね、見て、はい、もう一回いい顔して、せーの、いくね、や等身大やけど、ちょっとだけやらせしてみようか。美味しそうな顔してな。いくで、せーの、はい。何になっちゃうかな。これはもう昔ながらやから、うん、あれやけど、うまいんよ、いつも。ほら、昔ながらの。あ、いいね。これはまたな、湿ってるんやけど、それでもまたうまいから。じゃあこれ、今から食べたかで、うん、よー、スタート。
るとこは寝るとこどこやった？そこ見ながら食べるんやろ。食べ終わるまで喋ったらあかんねんで。でも喋ったらダメで、知ってる？全部食べないと願いは叶いません。これルールです、ほんまに。お父さんもちっちゃい時からやってるから。はい、向こう向く、向く方向間違えてんだよ。いいの？家なくなって脇彦のやつは多分トリュフの香りがすごいわ。せんな、絶対ちゃう。お母さんなあ、せやろ。まあ、そもそもお母さんその絵見て食べるんやけど、あの方向って言ったら子供たちの方から北北西やから、うん、全然違うからね、ルール。あのずっと逆向いてるけど、一人だけ。おお、さすがこうだよ。慣れたな。一番、まだいけるよ。最後あとユーダでこれ食べたらみんな喋れる。喋ったよ。食べた。お金持ちになります。すごいリアルなことトーンで言うな、そのトーンで。お金持ちに、うん、あとは、うん、お前も100個か1000個か5000個食べてますよ、うん、っていう。シュウダイも何とか食べれたな。何しよう、願い事何した？お金持ちで、うん、いっぱいなんか買えるような、頑張れるような。二人ともお金持ちって言ったらお父さんどういう教育してるのと思われる。リュウちゃんは、いや、いいんじゃなくて、何の願い事したの？てか、お前さっき喋ってたよな。え、足とか言ってなかった？全く言ってない。みんな喋れる、みんな喋れる。はい、リュウちゃんは1位なで、リュウちゃんはどうなん？ほんで何をお祈りした？お願い事。怖かった。いや、じゃあ怖かったじゃなくて校長怖かった。うん、それは怖かった。あの、願い事は何した？ゴリラ。僕は仮面ライダー。え、また増えたの？また増えたの？ティラノサウルス。え、の願い事した？はい、手を合わせて、ごちそうさまでした。はい、三兄弟、三兄弟、大きい声で三兄弟、トントンだ。